シャトレーゼ、中国人経営のカフェで無断転売されブチギレ。京都嵐山の観光名所近くで営業するカフェがシャトレーゼの製品を無断で高額販売しているという疑惑が浮上しています。このカフェは外国籍のオーナーが経営しており、シャトレーゼの商品を正規価格より割高で提供していると言われています。メディアの独自調査によってカフェで出されているスイーツがシャトレーゼの製品と極めて類似していることが判明。これを受けてシャトレーゼ側も独自の調査を実施し、カフェで販売されている商品が自社製品であることを確認しました。シャトレーゼはこの無断転売行為に対し法的助言を得ながら厳正に対処する意向を表明しています。しかし法律の専門家によればこの行為が刑法上の詐欺に該当するかどうかは判断が難しく、現状では法的に曖昧な領域にあるとのことです。シャトレーゼは自社ウェブサイトで転売を禁止する旨を公表していますが、実際の店舗で顧客に対して十分な説明がなされていたかが今後の焦点となる可能性があります。この事態はシャトレーゼのブランド信用や食品の安全性に関わる問題として注目を集めており、同社にとっては予期せぬ課題となっています。今後の進展が見守られる中、食品の転売や無許可販売に対する法的規制のあり方についても新たな議論が必要になりそうです。もう特定されたのか、 W 早い。ただの転売ヤーではロタ W 悪徳だな。シャトレーゼからしたら迷惑でしかないだろう。京都市内の町屋もたくさん追われてますよ。ある通りではチャイナタウン化予定とか。気をつけろ、そこは中国嵐緑コーヒーだそうだ。口コミかなんかで読んだ記憶がある。気づいてる人は気づいてるみたいよ。酷評。また日本というブランドに傷がつきましたな。チャイニーズモラルは最低だな。やっと報道されたか。やはり三国人の手口 W。 日本体験セレクトショップですね。中尾の親子丼とかも出てきそう。さあみんな Google の口コミに一つ進む。こういう人のせいで外国人旅行者そのうちいなくなりますよ。日本人ちょろいって舐めてるな。ここって結構以前からこういうこと有名だった気が。やりたい放題すぎるだろ。中国人って発想がクズすぎる。日本から締め出したい。作る技術がないからパクるしかない文化。シャトレーゼは名誉毀損で中国人カフェを訴えてほしい。強制なんてヘドが出るわ。まあ彼らならそれぐらいやるっしょ。いやしいな、人として恥ずかしい民族。素人オーナーなんか倫理観のかけらもねえやつらだな。とっくにしないからよ。嵐山や黒門市場とかに商品持って行ったら何でも高値で爆買いしてくれること、味しめたんやね。徳和の人間は一人の懲らず叩き出したい、などと批判の声が相次いでいます。果たしてこのグレーな問題が訴訟問題へと発展していくのか、今後の展開にも目が離せません。